よ。待ち人来たらずというより待ち人気づかずというところ間違いござらん。さりげなく、しかし大胆に我らが教室を覗いておる。ん？え？登坂、どこに行くんだよ。お昼なんだから昼食を取りに行くに決まってるでしょ。ちょ、待ちなさい。なんだよ、昼飯代忘れたのか。あ、なんなら俺の弁当を分けてやっても。そんなわけないでしょ、このアンポタン。それじゃ私は用事があるから先に帰るわ。エミヤ君も今日は早めに帰りなさい。なんだ、心配してくれるんだ。違うわよ、協力関係になったんだから。待てよ、こっちは今から昼なんだ。ちょうどよかったわ、私もお昼まだだったから。よろしくね。もう遠坂、遠坂うるさいわね。遠坂、その格好。あーちゃんに言って宿泊道具一式を持ってこさせた。私右の客間を借りるわ。遠坂、夕ご飯の支度、人間空腹でまともな案が浮かぶわけないでしょ。おかわり。何よエミヤ君、人の顔をジロジロ見ちゃって。マスター同士ってことで気にならなかったけど、自分の家の中になったら巣に戻るってことね。私がセイバーのマスターだったらこんな戦い勝ったも同然だったのに。それ俺がふさわしくないってことか。当然でしょヘッポコ。お、マスターとしての自覚はあるんだ。私がセイバーと話すのは嫌。くそ、あいつの性格どこか問題がある気がしてきたぞ。行かないで。はい、終わり。サンキュー。お目覚め？それは結構。うわあ！どうさか。今更だけどありがとな。聖杯戦争は殺し合いなんだから。なら、なんで遠坂は俺を殺さなかったんだ。単に気分が乗らなかっただけよ。寝込みを襲うなんてフェアじゃないもの。言うなれば心の贅肉ね。つまり遠坂が太っているってことか。面白いこと言うのね。私はご褒美のためじゃなくて勝つために。そっか、遠坂らしいな。何よ、私らしいって割と本末転倒なんですけど。これ、あなたには私の魔力を使ってギルガメッシュと戦ってもらう。あとはパスの通し方だけど。あなたに私の魔術刻印を移植する。そこ変な誤解しない、単に服を脱げって言っただけでしょ。私だって脱ぐんだから公平だし。上だけでいいんだよな。なんでジロジロこっち見るのよ。そういう遠坂だから俺は好きになったんだなって。好きって、今はそういう話をしてる場合じゃない。成功したのか。成功したわよ遠坂。見たでしょ。え？な、夢見てただろ。どこかの学校の校庭でバカみたいに高飛びしてるやつをずっと日が暮れるまで見ていたよな。うるさい、うるさい、うるさい。枕をキャラに扱う。人の秘密を覗き見ておいて何ふんぞり返ってるのよ。はあ、秘密って。あん、いつかこっちも恥ずかしい記憶を覗き返してやるんだから、その時は絶対に容赦しないからね。仲間だからって気安く遠坂には近寄るな。なるほどなるほど。解くけど遠坂はやらないからな。いや、いいねお嬢ちゃん。私とシロウは、その…そう、私たちはただの協力関係なんだから。そうか。シロウもなんか言いなさいよ。ちょ、なんか言いなさいよバカ。これじゃ本当に私たちが付き合ってるって。どう？悪くないと思うけど。いないけど、きっととびっきりのいい男になるわ。それだけは私の保証付きよ、シロ。
取ってあげよっか。突然何言い出すんだお前。体の調子良さそうじゃない。もう大丈夫かな。よかった。なんだって昨日うちに来たんだ。私は別にシロを気遣ったわけじゃなくて。うん、何もなかったけどありがとう。何勘違いしてんのよ。遠坂が何を企んでいたかは知らないけど、気を使ってくれたことは本当だろ。誤解を招くんだから。俺本当に遠坂のこと好きだぞ。バカ、この大バカ。遠坂いないのか。もう少しかかるってば。怖いのは変わらないんだな。そこは意外だった。そういうの一つぐらいあった方が可愛げあるでしょ。ルビアさんも悪い人じゃないんだから。大体どこであいつと知り合ったの。痛い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 。